ステファノ・ソリマはイタリアの映画監督、脚本家である。1966年にイタリアのローマで生まれる。父親は映画監督のセルジオ・ソリマ。映画監督となる前は CNN、CBS、NBC などのテレビ局で働き、紛争地帯の報道カメラマンの経歴を持つ。1991年、鳥の映画祭で上映された短編映画、 サンクスで脚本家、映画監督としてデビューした。その後、三つの短編映画を監督し、カンヌ国際映画祭やシッチェス、カタロニア国際映画祭、ベネツア国際映画祭で高い評価を受けた。2012年、アコブ、オールコップス・アーバスターズで長編映画デビューを果たし、国内で高い評価を得た。ソリマは、ダビッド・ディドナテロ賞の新人監督賞に、 ノミネートされた。2013年、二度目の長編映画である、暗黒街を制作する。映画は、ダビッド・ディドナテッド賞のご部門にノミネートされた。2018年、初のハリウッド映画である、ボーダーライン、ソルジャーズ・デーを手掛けた。映画には、ベニチオ・デルトロ、ジョシュ・ブローリンが出演した。ありがとうございます。